はい、それでは明日行われる大阪・関西万博協賛競輪武雄競輪で行われる G3 の初日特選の展開予想をやっていきたいと思います。さあ今回の初日特選なんですが、積極先行型っていうのは町田大河選手以外はほぼ自在の選手なので、ここはまあほとんど先行一社といってもまあ過言ではないような、初日特選という番組になってます。スタートですが、今車番通りに決まるのかなと、思っています。そうなってくると1、8と菅田和道選手が前受け、山田選手、佐々木龍選手と続いて、浅井光太選手と三谷翔太選手、そして後ろから、ちょっと車番が悪いところで町田選手が、最後方ですね、後ろ攻めになってくるのかなと思います。さあレースが進んで、さあ町田大河選手、ここね、ライン上げてきます。前受けする姿、和道選手、ここを、まあ突っ張る意味もないので、一旦ラインは、まあ後ろからすんなりね、ラインが上がってきて、後方から入れ替わる形でね、レースが進むのかなと思います。で、町田選手も、まあ基本かましなので、まあ初日から全突破するような番組でもないのかなと思うので、まあラインはこうやってね、切って切って、という展開になるかと思います。まあ、先行一社というところでね、どの選手もね、この町田選手の最終的に先行するというところで、まあ、ここ、まあ、どの選手も自在なので、まあ、正直、ちょっとね、自在になった選手、まあ、浅井選手あたりは引くかもしれないんですが、この、つせ、車番通りに並びが決まっちゃうと、和道選手と、須田選手と山田選手あたりっていうのが、ちょっと前、欲しさに、まあ、もつれたりするのかなとか思うんですね。まあ、前段がもつれると、まあ、町田選手はまだね、こう、後ろから構えて、前段がもつれてるなぁと見れば、すぐさまかましに行かないで、最終周回入る前の4コーナーあたりで、かましてね、一気にぐっと前に出ていけばいいのかなと思うんですね。前段まあもつれるところで、まあその後ろ、町田選手ができったところのラインの後ろにつきたいっていうところが、ちょっとね、どこがつくのかっていうところになると思うんですが、まあ、山田選手は結構先行するときは先行するので、一旦ここ出て突っ張ってるとしたら山田選手の方が先に前にいて、ここのラインの後ろを取れて、立ち回り的には有利かなと思います。そうなると、菅田選手ですね、がちょっときつい位置になってしまうのかなと思います。さあレース終盤、ここ、浅井選手はね、間違いなく上がってくると思います。で、ちょっとね、実際車番はいい菅田選手なんですが、山田選手が、レース中盤でね、和道選手を突っ張れば、これね、和道選手、ちょっと3コーナー手前あたりでちょっと厳しい状況に置かれるのかなと思います。で、浅井選手が上がってくる流れで、3コーナーあたりから山田選手もね、まくりに行くと思うんですが、やっぱりここね、序盤で前段もつれた流れになったところで、4コーナーからかましていけば、町田選手、ここ、かなり先行できるのかなと思うんですね。そうなると、番手の小倉隆二選手と3番手の畑選手、ここライン連れ込めるのかなという流れで、最終的にいい位置は取れるのかなと思います。ちょっと菅選手がね、山田選手にちょっと突っ張られて位置が悪くなってしまうと、菅選手、ここがね、まあ、島津選手と共に辛い流れになってしまう。で、そうなると浅井選手、後方からまくり打てて、まあ、前段ちょっとね、もつれたところで、山田選手はちょっと突っ張るような形になってくれば、佐々木龍選手がその番手から抜けてこれるのかなとか、私は思います。で、後方からまくる浅井選手ですね。三谷翔太選手連れてくると思います。まあ、ただ、ここ、やっぱり4コーナーかましの町田選手の先行力見るに、4コーナーからかましていけば、町田選手の先行を抑える、その番手の小倉隆二選手、おそらくここの差し目あたりが売れてくるのかなと思うんですが、ちょっと前段ね、自在だらけでね、ちょっとやっぱ先行一社っていうところを見ると、まあ仕掛け次第では、町田選手の押し切りっていうのが結構美味しいのかなと、配当的にもいいのかなと思ってきます。その後ね、小倉隆二選手差し切れずの9号の、町田選手頭固定から3着接戦ですかね。で、山田選手あたりがね、今の展開でいうところだと突っ張って、ちょっと足使ってるかなっていうところを見ると、佐々木選手あたりが抜け出してきてもいいのかなと思います。で、畑選手、9-3番手というところでね、やっぱりここをちょっと押さえておきたいところですかね。で、浅井選手は後方まくりで三谷選手、
連れてというところなら三谷選手も3着あるのかなというところで、少し広めた3、4、6、7とこの辺が狙えてくるのかなと思います。で、まあ山田陽平選手もね、位置的にはいいので、まあ1点足しておくならいいのかなと思うので、9号のね、ここ固定にしてありますのでね、9号、2、3、4、6、7と、町田選手を頭にした、この5点狙ってみようかなと思います。最後に、前回ウィナーズカップでの、キャンペーンの抽選ですが、今回大阪関西万博協賛競輪、ここのね決勝戦終わった後、おそらく、この決勝戦ですね、生配信私すると思うので、その生配信後に一緒にね、そのキャンペーンの抽選をやりますので、まあお時間がある方はよろしかったら遊びに来ていただければと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。